世界の舞台で挑戦する人がいる。あと一歩半歩の差で勝敗が決まってしまうなっていうのが非常にあって、まあ、悔しい負け方をすることもたくさんあるんですけど、それが自分の成長につながると信じて、これからも走り続けるだけです。私たちアサヒインテックもカテーテル治療を通し、さらに多くの命を救うため挑戦し続けます。アサヒインテック